はい、こんにちは。レトルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。探索モグラーナのモグラーナ、何それモグラーナって何？モグラーニャ的な、昔任天堂のゲーム多いね、あったよね。やっていきましょう。こいつを踏んで、こいつがどんどん出てくるのか、鬱陶しいなこれ。あそこはいけないよね。ほい、まあ、でもそんな難しくなさそうと思ったらちょっと難しそう。踏んでいって、なんかあんじゃない、ここ。あ、嘘、え、持ってかなきゃいけないのかな。鍵、あ、Pスイッチだよね。なんか無駄遣いした感半端ないな。あ、そうか、黒いやつがパウでなくなったんだ。おい、あいつまだ生きてやがんな。誰かが Pスイッチをてんのかな。あー、オッケーオッケーオッケー。 Pスイッチで、危ない。とりあえずPスイッチで向こうのとこに行って、あの、なんだっけ、あの出口穴を、危ない、出しに行きましょう。今のとこそんな難しい感じはしないぞ。まあなんかボンミス怖いけどね。よし、あ、くそくよーし、オッケー。一応持っていくか、パウ。お、あー、これはこの作者さん名物の偽ゴール、偽ゴールというか、こっちが本物でいいんだよね。でもね、このパターンだとね、このパターンだと、そのクリア率は異常に高いのに、ちゃんと正規クリアしようと思うと、超激ムズのコースってパターンなんだよね。なんか全然当てにならないんだよ、このクリア率がね。ちょっともう一回やるか。オッケー。こっちの右側何もなかったから降りてっていいね。よし、あいつ怖いな、あいつ怖い、すげえ怖い、危ない、くっす、とんでもないな、あいつ、うめ、よし、どの位置だ、ここは、ギョギョ、スパナが殺したやつが復活してってんだよな。いけるかなこれ。いけた、あ、危ない、よし、んー、中間ブロックとかないな。なんか隠れてキノコ的なのないのかな。ないか。なんだこれ、この雲はなんだあいつらのなんか隠し、なんか食べ物的なあれなのかな。うわっ、よくもやりやがったな、あいつ。はい、よーし、うまい、よっしゃ。これ難しいな、あそこ入るのも結構難しい。うわー、危ねえ、危ねえ、よし、なんで死んでないのか不思議。あ、これいけんじゃん、しゃあ。で、ここ下落ちる、あいつら、よし、なんかあんじゃないの、ないか。これでモグラーナ終わりか。うわー、中間なんか近いすげえ近い。ここはキノコ絶対もらえるんだね。嘘でしょ、嘘でしょ、うまい、うめー天才かもしれない。これは交通事故、急に車飛び出してきてもレトルト助かりますね。オッケー、イエーイちゃんと正規クリアしたぜ、イエーイ、オッケー。いやー、でもなんか今回うまくいきましたね、面白かった。やっぱ一つの敵をテーマにして作ったコースとか結構好きですね。クリボーをテーマにしたとか、こうモグラをテーマにしたとかね。なんかこの作品はモグラ好きなのかね。はい、ということで他のコースもやってみましょう。はい、バーナーカンテラのテレサ屋敷、55分の2の人ですね。このアジャさんのクリア秒数を21秒だと見るに、クリアした人は実は0人だと思いますね。初クリアのパターン俺結構あるのかもしんない。テレサがあってバーナーがあってみたいな感じか。これは難しいぞ。わー、かなり気を使わなきゃいけないコースだな。で、うわ、やばい、テレサの位置が、テレサの位置良くない、テレサの位置良くない、くっそ俺のキノコが、テレサの位置を調整するのすげえ難しいからね。
よし、オッケー。早く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 、オッケー。うお、あ、こいつ踏めるんだっけ。ん、どこ行くんだ。あ、左上に行くのか次は。くそ、キノコを温存したいな。よし、オッケー、ここまで来た。で、どっちだ、道は。こっちに行ってみる。ここも行けるよな。すげえ上側来たぞ。なんだろうあれ。いらねえ。すさまじくいらねえ。21秒でクリアできるってことは、もうクリアできる隠しの道はあるんだよな。うわっ、踏めないのか。あれ、踏めなかったっけ。右行ってみよう。あー、そこか。大ジャンプ、よし。あれはキノコなんじゃないかなって思うな俺。危ない危ない。くっそ、テレサテレサ、あれテレサテレサテレサ。よーし、オッケー。でこいつ引きつけて大ジャンプで、よし、ここ乗る。ここはアンチだもんね。で、よしよし、下側にも出るんだな。よし、あああ、あああ、危ない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 よ。本当にずっと危ない俺。ずっと上らへんを通っていきたいな。ここ通っていくのすごい。あ、届かない、危ない。あー、うーん、テレサの位置良くない。もうちょっとこっち来てもらって。骨やめろ、骨お前熱くないのかお前。完全に仮装されてるぞお前。ほい、で、うわうわ、上行きたい。よし、上側安全。ここいいね、屋根の上を攻めるのがすごい。え、汚い、大丈夫かな。中間だ、入れんのか。よーし、すごいうまくいった。本当は下ゴースに行けばもっと難しいんだろうね。あれ多分キノコだから今いらないな俺。あー、あれは違う気がするな。こっちだなきっと。こっからジャンプで行って、とっといた。よし、屋根の上攻めるぞ。相変わらず俺は屋根の上を攻める。よし、あ、上行けないか。待って、うーん、行けないかな。ちょっと無理くさいか。助走ありだといけるかもしんないけど、でかいやつまで来てるぞ。危なっ、ちょっと無茶したな。よしよしよし、屋根の上まだいける。で、とりあえずこの位置は一応安全。危ない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 。よし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 、うまくいってるうまくいってる。よし、オッケー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 。危ない、よしよし、オッケー、逆にオッケー、逆に骨飛んできてるぞ。まず骨を回避と、でファイヤーバーくぐると、で、うわー、タイミング悪い。オッケー、完璧、リカバリーの男よ。でジャンプ、上もあるな。鍵がある、なんで鍵が中間か。あ、2個目、いらねえ。ファイヤーになれるわけでもないもんな。あ、もしかしてこの状態で取るのか、あの赤コインを。あ、これ壊せるってことか。登っちゃったら、あ、出なきゃいけないのかこれ一回。おー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 おお。でも誰かさ、敵がいるわけじゃないから言ってそんなね。あ、2個でいいの、しかもすげえ優しい。よし、オッケー、そんな難しいとこじゃなかったな。これでテレサがいるのがいつもじゃん。これ入ったらクリアなんじゃないの。いやー、終わりじゃないか。やったー。よーし、正規ゴール2回連続だぞ。オッケー。いやー、でも難しかったね。上の方にちゃんとジャンプをね、ロングジャンプして乗り越えていけばなんとかなるコースではありましたね。
オッケーやりました。ということでバーナーカンテラのテレサ屋敷でした。はい、あ、俺も昔実況したことありますね。バッチトレールセンターのキャラマリオをゲットできるらしいですね。やってみましょう。あれ、店が変形してマリオのコースにって、なんか任天堂のこの 3DS とかのホーム画面を飾る、アイテムをゲットできる UFO キャッチャーだよね。うわっなんか UFO キャッチャーみたいになってる。くれ、あすげえムキムキになってる。普通にこっち側、右側に行けばいいのかな。すげえ UFO キャッチャーみたいにめっちゃゲットできてるな、キャラマリオ。おい、結構このバチ取れる、危ない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 、バチ取れるセンター面白いんだよね。走っていくか。おい、危ない、ちょっと一回止まった方がいいか。上側か。でもこれこのまま行っていいんだね。オッケー。ウサギお前大丈夫か。え、上かな、上じゃない。ってことは下側かなり危険だぞこれ。うわ痛い、もうヒゲのおっさんなった。ヒゲのおっさんやだ。ワン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 、あ、ピースイッチある。押して危な、どっちだろう。うわー、こういうのは一番奥だったりするんじゃないですか、一番奥。おおおおお、すごいいい感じの音楽流れてる。ふぅふぅ、一番奥で合ってたやったわ、すげえ華麗、音楽がいいですね。やっぱキャラマリオでこういうの再現するのいいね。オッケー、結構クリア率難しかった割には一発でクリアできたな。レトルトさーん、やったー、よーし、オッケー。